今回はゆずあんさんにやってきました。2月21日から春のゆずあんコースになってて、春の限定だしは塩レモンだしです。ということで、だしは塩レモンだしとゆずあん昆布だしにしました。春の巻きしゃぶ野菜や、たけのこと豆苗の盛り合わせ、そして生青さの海苔つみれ、そして熟成牛しゃぶしゃぶや三元豚ロース、三元豚バラ、お肉がめちゃめちゃ美味しい。そして春の茶碗蒸しはタケノコの茶碗蒸しで、タケノコ、枝豆、ギンナンなどが入っております。塩レモンだしに牛肉をしゃぶしゃぶして食べるとレモンの爽やかさが最高で超美味しいです。カツオのユッケ軍艦、カツオのたたき握り、甘エビのっけ手巻き、エビ握りに生赤エビ握り、そしてこの海鮮マグロユッケが非常に美味しいです。デザートはいちごクリーム大福、いちごモンブラン、そしてアプリいちごゼリーが春のデザートです。いちごのモンブランは結構酸味があって甘酸っぱい味わいでした。たっぷりいちごゼリーはすごいシュワシュワ炭酸みたいで美味しかったです。最後のいちごクリーム大福の中身はこんな感じで、大福はやっぱり安定の美味しさでした。